で渡っても怖いんだ。もう見て見ぬふりはしない。だってぶっ殺す。リカちゃん。なのにどうして相談してくれなかったのかって。どうして？あの子たちのように一緒に死んでくれって頼まれたら、私は。はい。私も一緒に
ぶっ殺す。あなたの急所にズッキュンバッキュン。リカ、私らはこの世界じゃ不死身、時間で修復されるってわけ。そっか、さっさと片付けよう。だね。ユニット再結成。うん。カラフルに生きたいね。カラフルに生きたいね。一息しか離れられなかったもんな。結局ビビって逃げ帰っても家に居場所なんかなかったもんな。親に愛されないお前なんか俺しか愛してやれないって。家出して一瞬でも救われただよ。あれはガス抜きだよ。そういう関係を築いていければよかったんだ。わかっただろ、互いのガスを抜きよう。私が抜いてあげる。私があなたの度肝を抜いてあげる。すごいすごい。でもどぎもって何？しばらくご飯がまずくなりそう。ありがとう。あっぶね、もう少しで自己中魔術素母親になるとこだった。ママが一つだけ正しいことを教えてくれた。女に金を要求する男は全部偽物だって。本物よ、先生は本物。宇宙とシャデリング、勝手に信じろ。どっちでもいい、シャデリングでもピカリングでも。コイトちゃん、後悔してるよね。後悔してるよね、アイ。アイちゃん、声に出して、大きな声に。後悔してる、ママに。Thank you.
カマチョの私はもう卒業。私は信じるんだ。じゃないと誰も守れない、誰も愛せないんだ。同じ口で僕と付き合おうと言ったんだ。